27日からフランスのストラスブールで第19回世界体操選手権大会が開催されます。この大会の関心は男子日本対ソビエトの世界一の争いはもちろんですが、もう一つの見どころは女子におけるコマネシ対ソビエト女子体操陣の激突があります。モントリオールオリンピックにおいてルーマニアの白い妖精コマネシにタイトルを奪われたソビエトは、この世界選手権で巻き返しを図っています。今日は打倒コマネチを目指すソビエト女子体操界の3人娘、シャポスニコワ、ピラトワ、ムヒナの3選手のプロフィールや演技をご紹介しながら、世界選手権における女子個人総合の行方といったものを占ってみたいと思います。お話はおなじみの池田恵子さんです。池田さん、また世界の花が集まりますね。いろんな花ですよ今度は。そうですか。でもね、女子がね、本当に宙返りの回数をね競うようになったということは厳しいですね。そしてその中で美ということをね表現しなくてはいけないと、私たちの体操をやってる頃の方が幸せだったかもしれませんね。そうですか、今日はどうぞビッグスポーツ世界の女子体操をご覧ください。この放送は日本工業日光グループ、ヒットユニオン、富士通とご覧のスポンサーがお送りします。日本は団地が渡りました。これからいよいよ体操。1977年ワールドカップの開催地オビエドはスペインの北部大西洋に面した落ち着いた雰囲気の街です。スペインは体操に関してはあまり知られた国ではありませんが、ソビエト3人娘への期待もあって大会の前評判は上々でした。コマネチは学校が忙しいという理由で参加しません。お目当ての3人娘との対決は次の機会ということになりました。しかしソビエトのライバルである東ヨーロッパ諸国の強豪選手が一堂に会し、開会式にも緊張した空気が流れました。このワールドカップのソビエトチームに思いがけない人と会いました。ソビエトチームのコーチとしてあの体操の寮でありましたトゥレスチアさんがいらっしゃいました。早速その練習の合間を見て話を伺ってみたいと思いますが、あのモントリオールオリンピックの後ですね、引退してその後どういう生活を送っていたのか、非常にその日本のファンの人もね気になっていたんですが、どうなんでしょうか。Сейчас я продолжаю учебу в аспирантуре и помогаю своему тренеру, занимаюсь тренерской работой. あの今ですね、あなたのチルシアさんの後にはコマネシ選手がずっとチャンピオンなんですが、彼女の後を継ぐ選手は何人かも見つけましたか。Я думаю, сильные гимнастки всегда должны встречаться на таких соревнованиях, как Кубок мира. И я думаю, что Надя Каманыч делает шаг назад, что не приехала на этот кубок, так как выросло очень много молодых, и ей бы нужно посоревноваться с молодыми. И думаю, что этот кубок выявит самых сильнейших в мире гимнастов, с которыми она будет соревноваться и будет достойный соперник. Очень тяжело. あ、特にムヒナ選手はね、最近非常にヨーロッパ選手権でも活躍してますし、ムヒナ選手はどうなんですか。Но на этот кубок мира приехала еще одна наша самая талантливая девочка Наташа Шапошникова. Я думаю, между Мухиной и ней будет острая борьба. Я думаю, что сейчас гимнастика молодилась. Это будет не сюрпризом, а даже закономерностью, что среди молодых будет очень много хороших гимнасток, которые будут вести спор за первое место, в общем, по достоинству. Я думаю, что такие наверняка будут. シャポスニコワは対コマネチの切り札としてコーチ陣が最も期待する選手だったようですね。そうですね。だからあのムヒナはヨーロッパ選手権出しましたけどね、このシャポスニコワは出さなかったんです、はあ、だからやはりあのルーマニアは怖かったんだと私は思いますね。本当にジャンプ力、強さ、柔軟、全部兼ね備えてますね、はい、この人があのコーチのラストロッキーさんなんですが、チェルスチアを作り上げた名コーチですね。名コーチですよ。全くに鬼コーチというかね、あの見てください、怒るのね、空は3メートルぐらい飛ぶほど怒るんですからね。やっぱりあの小さいのは厳しいですよ。はい、ムヒナ選
選手は一つ年上なんですが、なかなかの機関機の強い選手のようですね。ね、とってもこのユニフォームが似合うということを自慢にしてましたね。色が白くてね、本当にこれで蝶が舞うようにね、久々にね、こういった子供たちの中からでは優雅な美しい選手が誕生したと思いますね。はい、今練習しているのは彼女の一つの見せ場である上バーで のコルブ通りを一回ひねる。そうなんです。あれがね、やはりね、停止してはやはり減点なんですよ。はい、だからそこをなんとか乗り、もうね、越えてほしい。そういう練習を今一生懸命やってるみたいですね。一番キャリアがあるんですが、チルスチェワがコーチをしてましたね。そうですね、やはり3人の中では試合に対して一番強くて絶対的に頼れる、これは選手だと思いますね。はい、だからちょっとエースにして私どもはちょっと厳しい感じがするんですけどね、はい、試合に強いということはとても大事なことですからね、はい、やはり彼女に期待するというのはないでしょうかね。一番練習風景などを見ても堂々としてます。今大会コマネチが不参加だったので、今度はこの3人同士の熾烈な争いというのがもう表面に強く出た大会になりましたね。そうですね、やはり3人同士というよりコーチの戦いになった。したがってね、盛りたくさんの技を入れたために失敗が高かったんじゃないかと思います。お別れのようにコーチとそれから選手が絶えず視線が合っている、お互いにその牽制し合っている面があるんですがね、この辺の確執というものはまたも面白いものがありますね。そうですね、やはりどの駒を進めるかというのは、やっぱり私はこの3人の中でね、次の大会どれをエースにするかというのがやっぱりそれの計算の中に入っているんじゃないかと思います。ああ、そうですか。ムキナにはクリメンコ、昔の名選手のお兄さんになるんですけども、それからラストロッキーがですね、シャポスニコワ、さらにまたピラトラにはですね、ジレシェワが完全にコーチについた。はい、ジョイニコは1メーター42センチの小さな体、下バーから入りました。新しい種目ですね。はい、惜しい。この辺は男子の鉄棒ですね。いや、素晴らしいですね。全く今までの平行棒と流れが変わりましたね。大車輪をこの段違い平行棒でやるんですからね、これは驚きました。でも途中でやはりミスしましたね。痛いですね、倒立が上がらなかったですね、はい、でもおそらく多くの観衆の人たちは驚いてるでしょう、はい。段違い平行棒ではムヒナが登場いたしました。これもまた優勝争い注目の選手です。モントリオールオリンピックの後、
まあ、我々日本のファンにとっては彗星のことが現れたという印象を受けるんですがね。そうですね。この人の団地はどうでしょう。いや素晴らしいですよ。コルブと宙返りというのの1回ひねりを入れたのを行います。これですね。ここからです。成功です。素晴らしい大技ですね。綺麗なターンです。完璧な演技を見せました。ムヒナ、エレナ・ムヒナ、1m52cm、 新しい体操の力です。モントリオールオリンピックの後、ヨーロッパ選手権を契機にぐーんとこの世界の最高峰に乗り上がってまいりました、エレナ・ムヒナ。大きい国際大会初参加のシャプスニクワの調子はあまり良くありません。16歳、初参加とは思えない大胆な演技を見せる反面、ミスも目立ち、フィニッシュも決まらないようでした。しかしこの大会は彼女にとって飛躍のための苦しいステップとなったのです。期待されたシャプスニクワの主張からソビエトチームには重苦しい空気が流れていました。小さい選手たちには緊張が高まっているように見え、コーチ陣には苛立ちの表情が見られました。そして平均台はソビエトのシャポスニコワです。先ほど落下はありましたが、素晴らしい段違いを見せました。さあ平均台はどうでしょう。じっくりと、これはもう男子もらうですね。開脚の上水平ですね。非常に独創的ですね。そうですね。1m42cm、 16歳、高手倒立ですね。ちょっと十分じゃありませんでしたね。はい、片手の開脚倒立、前方旋回、連続です。してたとこですね、彼女は。はい、でもちょっとやはり宙返りの高さが不足してますね。あっと、後転跳び連続からの後方2回宙返りですね、はい、やはり前すぎて尻もちついてしまいましたね。非常に高く上がってるんですけどね。いいですね。回りすぎました。難度ではその持ち技随一を誇りますムヒナです。先ほどの段違いは 9.80 と最高得点を挙げました。ムヒナの平均台、ヨーロッパ選手権ではこの平均台で 9.80 で優勝、金メダルを取りました。ん、ちょっとぐらつきましたね。決まりました。
らしいですね。はい、この床と同じように平均台の台上で蹴ってるんですからね。素晴らしいですよ。はい、しっかりと見てますね。そうですね。まあ、このヨーロッパ選手権であの小林が優勝して、まああの時はあのちょっとした種目別でトラブルがあって、このムヒナの名前がですね後半だってガーッとまた出てきたんですが、ヨーロッパ選手権ではこの平均台とそれから床でも優勝しましたムヒナであります。フィラトワが出てまいりました。フィラトワの平均台です。まあ、この3人の中ではあのキャリアからいくと一番あるというふうに見ていいわけですね。そうですね、はい、平田が一番キャリア多いですね。まあ、年齢はムヒナが17歳ですが、この実績キャリアからいくとこの平田が、ナンバーワンであります。今年のソビエト選手権のチャンピオンになりました平田です。いつ見ても調子が悪いっていう時はありませんね、この選手は。まあ、ですからあの若い選手を入れてもですね、もう絶対この選手で食い止めるんだという、そういった意味ではもう頼りになる選手なんでしょうね。そうですね、絶対に他の国にその勝ちを譲らないんだと、いくらこちらが失敗しても白澤選手で食い止めるというようなところがありますね。堅実な演技が三人娘の中では一番光ったオビエド大会でした。しかし1年後、すなわちこの10月開かれる世界選手権ストラスブール大会で小金町を破るためには不本意ともいえる成績でした。優勝した平田はともかく、シャポスニコは3位、ムヒナは5位に終わったのです。この1年、ソビエトの3人娘は特訓に次ぐ特訓を重ねて世界選手権に臨む体制を整えているに違いありません。その勝ち負けは別にしても、ストラスブールにおける白い妖精対3人娘の争いは世界の注目を浴びるにふさわしいものと言えるでしょう。